ラッシェは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカでベルガンティーニョスに属す。ガリシア統計局によると、2010年の人口は3417人で、ある。住民骨肖は、男女同型の落選数。カスティーリ語表記は0時。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.25%。ラッシェは、 アコルーニャ県の北西部に位置し、コマルカでベルガンティーニョスに属する。隣接する自治体は、東がカバーナでベルガンティーニョスと指す、南がビミアンソで、北はリアでコルメーラシェ、西は大西洋に面している。自治体中心地区は、ラッシェ教区のラッシェ地区。カルバージョ司法管轄区に属する。ラッシェの主要な産業は、農業と漁業で、 漁業は20世紀中央には多くの沿岸漁業漁船によって最盛期を迎えた。また近年はガリシア地方の穏やかさとその食文化を求める旅行客で観光業が伸びている。自治体首長はガリシア社会党のアントーニーをカラセドサセドン。自治体評議員はガリシア社会党。5ガリシア国民党。4ナインル。1ガリシア民族主義ブロック。 一となっている。ラシェは六の教区に分けられている。太字は自治体の中心教区。ありがとうございます。